どうも、マサズアウトドアチャンネルようこそ、マサニーです。そして JFK 金沢店長の高田です。そして JFK スタッフのソキです。さあ、今回は3人ともレザーを着てますね。皆さんレザー着てますか？まあ、前回前々回と、2人の購入品紹介していただいたんですけど、たまたま2人がレザーを、はい、まあ、購入していたので、うんうん、ちょっとライダー、革ジャン、レザージャケットのお話をしようかなと思って、はい、動画撮影しております。で、まあ、私はもうライダース革ジャンもう15年ぐらい、うん、ずっと着てるんで、うん、もう大好きなアイテム、はいはいはい、一番好きなアウター系と言っても、うん、まあ、過言ではないぐらい着てるんですけど、最近はどうですか、みんな、あの2人とも やっぱこの気分だから買ったとか、今年は、うんうん、そうですね、うん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 、そうですねどうだろう、気分、うん、うん、でもなんか探してた、もともとレザーは、まあ、頭にはあったぐらいな感じかもしれないですね。こういうなんかレザージャケットがなんかあったらいいなっていうのでの頭ではいたっていうところぐらいなのかなって感じ。どうしても欲しいっていうところではなかった。そうですね、2人とも、うん、そうけど、そうけども探してほしいってコーダに言ったんじゃないの？そうなんですね去年とかだと、うん、もちろんヒゲもなかったりとかそうなん、そうか、そうなんか幼い感じだったので、はい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 、レザー合わないなって思ってて、うん、ああ、なるほどね、はいはいはい、なんですけど、うん、今ちょっと、うん、まあ、今日髪セットしてたりとか、はい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 、ヒゲもあったりだとか、うんうんうん、なんかレザーがいけるようになったなって思って、うん、タイミングだったり、追いついたなっていうか、はい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 、はい、なので今年はいいレザー1個欲しいなと思ってたので、あ、なるほど、ね、今年は探してはいたっすね。あ、うん、はいはいはい、でまあいいの出会えたんで、はい、まあ、買ったっていう感じ、はい、あ、なるほどね。でもこれからも、まあ、欲しいも、まあ、これ買っちゃったからもう次どうしようかなみたいな、うん、そうですねこれ以上もうないもんね、まあ、そうっすね正直そうっすね、でこれが本当に今の自分の気分ですけど、はいはいはい、今の自分の気分にこれがマジでベストだと思ってて、これ以上ないと思ってるんで、はいはいはい、まあ、気分が変わらない限りはレザーは、うん、まあ、探しそうかなっていうあれはないですね。ああ、そうなんだ、まあ、2人ともシングルタイプというか、まあ、スポジャケ、うん、はいはいはい、タイプ、はい、まあ、やっぱりこうダブルだと着づらさもあるし、まあ、2人のキャラクターにもあんまりマッチしないから、ダブルはあんまり探してない。そうですね、うん、僕まあ1個結構前に紹介した 40s のダブルが一応あるんで、まあ、またサイズの気分感とかもありますけど、はいはい、なんでまあ、うん、あれ着てるとこほぼ見たことない確かにそうですねかっこいいけどね、そうですね、確かにそんな着てないですね。まあイメージあんまないもんね、うん、ライダー、まあ、ダブルとか、そうですね、ゴリッと、うん、しかもヴィンテージのレザーをみたいなイメージそこまでないもんね、うん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 、確かに確かに、あと、まあ、結構僕なんかジージャンタイプ、トラッカータイプのとか、はい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 、ああいうのとかはなんか新品とかも見て探してる、探すか、新品でも最近出してたりするじゃないですか。はい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 、まあ、なんせ高いんで、高い、で僕やっぱお金貯めれないんですよあの相当欲しくてもやっぱなかなかそこまで、まあね、15万とか20万とか20万しますじゃないですか。20万しますね、なった時もそんな貯めれない、あの挫折しちゃってるっていうのがあって、あ、はいはいはい、だからまあ欲しいとは思って一応ずっと頭にはあるんだよね。頭にあるんです、頭にあるんですけど、どのタイミングで、ね、そこまで頑張れるかとかいろいろ考えた結果、確かに確かに、買ってこれなかったっていうところもありますかね、はいはいはい、あ、なるほどね、うん、あとやっぱキャラクター的に、うん、やっぱそういいレザーを大事に着るっていうよりは、なんか僕やっぱちょっとこう、まあ、今の気分もそうなんですけど、ちょっとやっぱラフなスタイリングが割と気分で、うんうんうん、ラフな感じを、はいはい、で大人っぽく作るみたいなのが最近ちょっと気分ってするんで、はいはいはい、なんかその点でも、うん、まあ割とこう、まあ、これ着てるのはオールドギャップなんですけど、はいはいはい、このくらいのちょっとこう、うんうんうん、90年代ぐらいのやつをラフに着てると、うんうんうん、まあ、キャラクター的にも合ってるのかなみたいなとこも、あ、まあ、思ったりしてます。まあ、買えない言い訳みたいな
ですけど、まあそうけど、まあ、ずっと頭にはあるよね、うん、頭にある、どっかで欲しいな、いや分かる、俺もやっぱ欲しいもん、はい、俺も欲しい、なかなか欲しいっていうのは、服に20万ってね、うん、なかなかね、なかなか、うん、しかも着れる期間とかもね、割とレザーって難しい、ね、ああそうね、まあ、特にその僕はバイクに乗るんで、ね、もう本当真夏以外年中着れるけど、うんうん、まあバイク乗ってない人たちからすると、うん、着れる期間も短いもんね、うんうん、でそこに何十万もみたいな、うんうん、とこはあるもんね、うんうん、確かに確かに、うん、で今回は、まあ、3人の、はい、まあ来今年の冬ね、冬、まあ冬はライダース、いや革ジャン着たいよね、そうですね、風で勝ったからね、うんうん、勝ってるからね、はい、なので、ちょっと、まあ、今年の冬こんな感じで、革ジャン着るよみたいな話を、まあ、一人ずつ聞いていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは、まあ、私マサニーから、まあ、着こなしとアイテムの紹介をしていきたいと思います。でこの、ライダースは60年代の、ブルックスの、ダブルライダースでございますね。で帽子が、ブリックストンの、ハンチング、ここもよくかぶってますね、よくかぶってます。で、中のニットが、まあ、アローっていうブランドの、これスヌーピーコラボのニットですね。こう表も裏もスヌーピー、こういうのめっちゃ好き俺こういうのめっちゃ好きで、パンツが、これはフィグウェルのあのブラックデニムですね。これもめちゃめちゃ履いてるんで、僕のお尻の形が丸っきり出てますね、うん、これもかっこいいですよね。で、ブーツが、これはチペワの80年代の毛足がね長いタイプの、スウェードのブーツ、これ渋くていいですね。まあアクセサリーはこんな感じですね、はい、まあ、ミリタリーのリングと、あのホープアースっていういつもつけてるリングとネックレスが、これもホープアース、この辺は、まあ、この辺は常につけてるアイテムなんですけど、まあ、着こなしで言うとこれ全部黒でも良かったんですよ、個人的に。黒の、まあ、ハイネックのニットとか入れて黒いブーツでもいいんですけど、ちょっと悪すぎるので、特にダブルライダースを着るときはこういうね、キャラニットを入れてこの甘辛でミックスするみたいなとこは結構意識して、選んでますね。でまあまあ、ブーツも真っ黒じゃなくてスウェードを入れることによってちょっとカジュアル見えするように、うん、でポイントで言うとやっぱニットのサイズ感はすげえ個人的に大事で、あの、まあ、ライダース基本全部ビタビタに着るんで、中のインナーのニットも基本もう超タイト、もうからボディーライン結構見えますよねぐらいタイトに使って、で注目すべきこのリブの強さね、うん、この袖と裾のリブがちゃんと締まってるっていうのがあのポイントですね。この脱ぎ着するときにあの滑りがいいんで、この辺はね、あの中のインナーのサイズ感と丈感ね、この辺はかなり意識してあの着た方がいいですね。で前締めてもこんな感じでちょい見せね。これね、もう白 T とかはもう指一本ぐらいがいいんすけど、カラーのニットを使ってるときはこのぐらい見えた方が、あの、可愛く見えるんでね。うん、この辺も、あの、こだわりの。もうこの辺はほんとミリ単位で、ミリ単位で、あの、バランス、僕は考えてますから。うん、意外とね。はい。まあ、こんな感じですね、僕のライダースの着こなしは。まあ、前閉めてもいいし、あの、もっと寒くなったら、まあ、ほんとマフラー。巻いてもいいし、この上にダウンベストとか羽織っても、まあ、結構様になるかなっていう感じですね、はい。僕の、アイテム紹介と着こなしはこんな感じでした。さあ続きまして、はい、高台の、はい、革ジャンの着こなしについて聞いていこうと思います、はい。で最初じゃあアイテムの紹介から、はい、まあ、じゃあメガネからメガネサングラスから、はい、これもいつもかけてる、はい、モスコットのレムトッシュ、はい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 、のサイズが44って結構ちっちゃめのサイズですね。あ、なるほどね、はい。で一応カラーのブラウンのカラーレンズを入れてるタイプ、うん、はいはいはい、はい、で、ちょっと目が透ける感じで、こんぐらいが一番エロいんですね。かけてエロいっすよね狙ってますはい、レムトッシュですね、はい、はい、じゃあこのジャケット、ジャケットは購入品にも紹介したんですけど、はい、オールドギャップの、レザージャケット、
はい、で、インナーインナーが、これがステップアヘッドって古着屋さんがオリジナルで出しているモヘアのカーディガンです、はい、はい、で、これはサマルは多分これ80年代ぐらいのハニカムのサーマルで、はい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 、結構これはなんだろう、そんなにビタビタなサイズじゃなくて、うん、ちょっと緩いんですよ、はい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 、なんでこういう風にタックアウトできてます。はい、でこのパンツ、はい、これもいつも履いてる、うん、あのタトゥーサジオ山田の出たオリジナルのワークパンツです、はいはい、でブーツは、はい、これもいつも履いてる80年代のチペアのエンジニアブーツ、はい、いいっすね、めちゃめちゃいいよね、はい、これめっちゃ育てますね、すげー育ってるですね、はい、じゃあちょっとアクセサリーは、はい、アクセは、うん、こんな感じで、まあこの辺はいつも変わんないよね、変わんないですね、何着ても一緒だよね、うん、変わんないです、季節でもまあ、はい、全部一緒だよね、はい、このメキシカリングがオールドジョーのメキシカリングで、このシグネチャーリングみたいなのが、うんうんうん、ラディアルの、リングです、はいはいはい、はい、でこれは、カレッジリングですね、はい、で、右がクロムハーツの紙ゴム、はいはいはい、でこれは僕の友達がオリジナルでやって、うん、オリジナルというか、まあ、セレクトしてる、はいはいはい、バジングアクセサリーってとこの、うん、なんだブレスアンカーチェーンですね、そうですね、はいはいはい、で時計がタイメックスの、はい、SST キャンパーっていうモデルになってます、うん、はい、はい、この冬の着こなしとしてはどんな感じかちょっと説明してもらっていいですか、はい、やっぱり僕黒が気分で、はい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 、なので、うん、まあ本当黒をメインに作った感じなんですけど、なんだろうな、まあ、最近僕はあのキャップあんま被らず、結構髪セットしてメガネかけて、はいはいはい、っていうスタイルが多くて、うんうん、あんまりなんだろう、ラフなスタイルってよりかはちょっとこう、うん、悪いというか、はいはいはい、あの男っぽいスタイルみたいなのが結構気分なんので、うん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 、まあこのレザーを軸になんですけど、うん、なんか僕ワンツーコーデも好きなんですけど、はいはいはい、ちょっとこう間に、ま、このやるコーディネートをしたいがためにここは揃えたみたいなところはあるんですけど、なるほどね、はい、なんか間モヘアかませて、はいはいはい、サーマルにモヘアかませて、うんうん、このレザーっていうのがなんかこうやりたいスタイルだったんですね、今年、はいはいはい、なんでちょっとこう、うん、なんだいつもキャップかぶってボロボロの服着てるあの僕ですけどまあちょっとこうこういう一面もあるんだよというあのスタイリングをして、はい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 、今年の冬は行きたいなって思ってなるほどね、はい、はいはいはい、多分僕のこの冬の定番スタイルに、うん、まあなるんじゃないかなっていう、はい、感じになってます、はい、なるほど ねこれいいね、はい、なんか他に合わせたいものもあります、うん、このレザージャケットに、はいはいはい、他に合わせたいものも、うん、まあこれ、まあ、僕今年もとにかく黒気分なんで、あ、はいはいはい、まあ、この下例えばなんだろうな、うん、黒ニットとかをもうワンツーで合わせてもいいかなとか、はい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 、なるほどね、うん、まあ、首のこの感じはどう、クルーなのかとか、はい、モックなのかタートルなのかみたいな、はい、僕なんか面長なんで、うん、顔の形が、はいはい、なんであんまりタートルネック似合わないかなとは思ってる、まあ着てる時もあるんですけど、ね、かっこいいと思って、まあなんかその高さにも寄ったりとかするんで、はい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 、なんかその辺難しいかなと思うんですけど、あ、まあなんかいいのがあればちょっとでも着て、あの大人っぽいスタイルにもうちょい振ってもいいかなと思うし、はい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 、まあ全然クルーネック、まあ、クルーが多分一番イメージつきやすいよね、そうっすよね、だからまあ、まあ、なんでその辺は狙ってますかね、なんかいい感じのニットがあればちょっと欲しい、あ、じゃあちょっとニットは欲しいんだ、はい、ニット欲しいですね、今ちょっと気分使える、はい、かな、あ、なるほどね、まあ、サイズ側はこの辺に合う、うん、まあ、レザージャケットに合うようなサイズ感、そうですね、ちょいゆるでもいいよねっていう、そうです、なんかこのレザージャケットもこのサイズ選んだのも、うん、もうレイヤードも、まあ、僕 T シャツにレザーっていう感じがなんかあんましないかなって感じなんで、なんかやっぱ多少中に厚みのあるものを着て、あのたりレイヤードしたりして着れるようなサイズ感で、あのこのレザージャケットは選んだっていう感じなので、はいはいはい、まあ、中でいろいろ遊びたいなっていうところは思ってはいますね、あ、まあ、なるほどね、はい、まあ、ミドルだから、はい、まあ、何入れてもいいよねっていう、そうですね、バランス取りやすいよね、ですです、あ、なるほどね、はい、じゃあ今年冬はそんな感じのスタイリングで、うん、こんなスタイルでいくかなと、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、さあ続いては、早期のスタイリングを、見ていこうと思います。でまずはアイテムの紹介から、お願いします。まずじゃあサングラスからいきましょう。サングラスはこれ、はい、JFK でも取り扱いのある H オプティカルのサングラスになります、はい、もう僕ら3人とも愛用してますよこれめちゃめちゃ愛用してます。これ色はグレーですね、うん、あ、普通のグレーにレンズも、レンズはちょっとグリーンっぽい感じに、うんうん、あ、なるほどね、はいはいはい、
室内でかけても、うんうん、まあ、目がちょうどいいぐらいに透けるので、あんまり透けすぎず、はい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 、っていうので、これでエロいと思ってるんでしょ、だろう、はい。古代から教えてもらったの、目が透ける方がエロいよって。まあそう。何を教えてるんですか。でもこの夜もメガネサングラスかけたいって人はやっぱ目が透けるぐらいにないとね、うん、なんかちょっと雰囲気あるなっていう感じに持っていきたいみたいな、ね、一番いいんだ。、はい、じゃあ続きまして、このジャケットはディラブルの50年代のレザーで、はいはい、あ、購入品紹介でも、はい、購入品紹介で紹介しました、はい、紹介していただきましたね。で、このインナーは何着てるんですか。インナーは今日サブサイティっていうブランドのシャツ。で、新品物、これは新品ですね。これかっこいいな、これ。で、このパンツもあれですか。パンツは、はい、あ、パンツも購入品で紹介したんですけど、はいはいはい、トロフィーのウールのトラウザー。ああ、なるほど。で、ブーツが、ブーツはコーダさんと一緒の80年代のチペアのエンジニアです、はいはいはい、ああ、なるほど。まあ今日みんなチペアのエンジニアですね。今日80年代、まあこの辺は調子いいですよね。調子いいですね。かなり調子いいですよね。で、ちょっとアクセサリーも見せてもらっていいですか。はい、はい、で、こんな感じですね。これも、季節とか服装変わらず、そうですね、JFK 出勤時は基本このままって感じで、うん、はい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 、例えばクジラ出勤の日は抜くんですか。あんまりこのゴリゴリだと、うんうん、そのクジラのスタイルに合わないので、はあはあはあ、これだけつけてるとかの時が多いですけ ど、JFK 出勤時は基本このまま変わらず、マリア多めね、マリア多め、浮気症ですよ、この腕回りは何かあるんですか。腕回りは秋冬の間はしてないです。ああ、なるほど。まあかぶっちゃうから。そうなんですよ。あ、別につけてても見えないからっていう意味で、はい、秋冬はこの辺はつけてない、はいはい、なるほど、はい。で、続いては、そのスタイリングの感じをちょっと教えてもらっていいですか。自分はちょっとクラシックなのが気分なので、はいはいはい、あんまりここ高さがあるものをちょっと着たいなと思ってて、はあ、あ、なるほどね。なのでちょっとシャツ着てクラシックにまとまるようにしてるんですけど、はいはい、そっか、襟だ、あえて出すんだね。そうですね、はいはいはい、出してる方が多分ここ見えてる方がちょっとラフっぽく見えるので、はいはいはい、はい、個人的にはちょっと高さあるシャツだとか、なるほど、ね、タートルネックとかをインナーに着ていきたいなっていう。ああ、はい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 、なるほどね、うん、今日はシャツの色味もすごい抑えてて、うん、ウールのトラウザー履いてて、はいはい、しかも髪の毛もセットしてるんで、うんうんうん、よりちょっとクラシックっぽい雪なので、うん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 、シャツあんまり目立たせないように、うんうん、ちょっとこれに近いレザーに近いような色味のシャツを今日は選んで、はい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 、ほぼワントーンみたいな感じで今日はまとめてるって感じ。なるほどね。じゃあこのジャケットを着るときは大体、まあ、黒系のパンツを入れることが多いかな。そうですね、うんうんうん、でも今日はウールなんですけど、うん、他の日はチノパンとかが基本多いので、はいはいはい、その日はもうちょっとラフっぽく色のシャツ着たりだとかしたいなっていうふうには思ってます。じゃあこの先これに合わせたいインナーとかパンツとかありますか。これは大体固定じゃないですか、はい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 、やっぱりレザーのジャケットは、うんうん、他に何か合わせたいインナーパンツはありますか。自分もちょっとニットを着る日もあっていいかなと思ってて、このスタイルよりちょっと盛り、うん、大人に振ったようなスタイル。柄のカーディガンというよりは、うん、もう本当に無地のシンプルなカーディガンとか、はいはい、あ、カーディガンなんだ。カーディガンも着たいですし、ニットも着たいなっていうふうには思います。はい、なるほどね。この高さ問題はさっきも高台と話しましたが、この ネック問題、はいはい、どのぐらいがいいですか。自分は割と高くてもいいんですけど、あんまり高すぎるとちょっとなんか王子様っぽすぎる。まあ色にもよるけどね。そうなんですよね、まあ、色にもよってくるんですけど、はいはいはい、はい、それ多分キャラじゃ、そういうキャラではない、色とサイズにもよるけどね。多分きっと高すぎるとキャラじゃないなっていうふうには思ってるので、はい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 、高すぎず低すぎずちょうどいいものが見つかればそれも欲しいかなっていうふうには思ってます。ああ、なるほど。で、今それはじゃあ探し中って感じ。絶賛探し中です、ね。まあ、めぼしいのあるんですか、今は。めぼしいのあります。あ、じゃあ一応それを、まあ、どうするかみたいな。そうですね、それもやっぱ着てみないと絶妙な、こう、わかんないので、まあ、自分の首の長さもあるもんな。うん、確かに。ここはすごい大事だなと思ってるんで、はいはいはい、それは着てみて、良、うん、ければ買いたいなとは思ってます。ああ、なるほどね。じゃあ今年冬はそんな感じ。そうですね。なるほど、ありがとうございます。さ、ということで、まあ、3人の、レザージャケットの着こなしについて、語りました。まあ、やっぱね、
あの金沢歩いてるとレザージャケット着てる人ほぼいないんですよ。特にライダースなんてマジいないよね。そうっすね。あ、うん、でその差別化とか測りたいんならなんかすげえ俺はおすすめしたいアイテムなんだけど、まあ、あんまりこう、まあ、着づらいというかイメージ的にもね。うん、でももっとこうファッションに取り入れてもいいのになとは思うアイテムなんですけどね。で今 JFK にも取り扱いやっぱレザーのアイテムあるんで、こうもっとみんな着て楽しむというか、もっとね着てほしいよね。みんなこうもっともっとレザーに触れてほしい俺は。確かになんかでもやっぱり結構お客さんの声で聞くのはやっぱ値段面と、あとやっぱサイズ感、はい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 、やっぱり合う合わないがやっぱり結構出るんで、まあ多分そこのバランス、あと年代とかの、はいはいはい、まあそのビジュアル、値段、サイズの結構その、うん、なんだろう、買うハードルが高いアイテム、ちょっと高いアイテムじゃないですか、はい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 、だからまあ結構お店他のの見てても割と置いてったり、今ちょっとトレンド的にもなんだろう、うん、これ A2 のタイプがちょっと高かったり、 あそうなんだ、うん、まあラルフローレンとか、あの、まあ、オールドキャップとかもそうですけど、これちょっとスイング、まあスポージャケットタイプのが LLB とか、あ、そうですね、はい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 、まあ結構トレンド視もされてたりはしてますけど、多分やっぱ皆さんこう出会いがやっぱ大事なアイテムと、うん、あとお財布事情の兼ね合いがあると思うんで、はいはい、まあ、安くはないもんね。そうなんですよ、はいはいはい、だからまあなんか欲しいけど、うん、さっき言ったんですけど欲しいけどなんかこう出会いサイズとかなんかそういうのもろもろでなんかっていう子は多いんじゃないかなとはなんとなく見解としては思ってます。はいはいはい、だ結構うちも入れると、うん、あのみんな結構試着率はすごく多くて、あとまあ値段面とかその段にはなるんですけど、うんうんうん、やっぱり、うん、わ全然狙ってたんです、ちょっと着てみたいですっていう子は結構着率の子多いです。なるほどね、はい、やっぱみんなこう手は出したいジャンル、うん、そうですね、もう男のは憧れなので、ね、好きなのね、なんかあるじゃないですか、はい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 、まあ、それはまあみんな何かしら思ってはいる。ああなるほどね、うん、まあだから見つけたらじゃんじゃん試着してサイズが合うか合わないか、うんうんうん、あとはまあ財布と相談してって感じにはなるけど、まず着ることが大事やね。まあそうですね、実際、うんうん、一番ネットで買いづらいアイテムだと思う。買っちゃダメだ、ダメだ、革ジャンってネットで買っちゃダメだ、はい、うん、やっぱその革質、まあ、特に革質もあるし、うん、ブランドによってのボディも全然違うし、うん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 、何よりまあ我、まあ、僕はもう年中着てていろんなジャンルを着てるけど、うん、肩の落ち方が全部違うから、うんうん、そうですよね、レザーによって、うん、ブランドによって縫製によっても違うし、うん、で、あとは何に一番気をつけるかっていうのは自分が持ってるインナーとのバランス、うん、確かに確かに、これが一番大事、うんうんうん、インナー何着ようじゃなくて自分のクローゼットにあるインナーの丈に合うものを買うっていうのが大事。うん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 、そうですね、うん、このライダースに何合わせようじゃなくて、うん、逆、うん、自分のクローゼットの中に合うライダースを買おうが先の方が絶対着れるし、ライダースを買って後追いで何かアイテムを買うと倍値段かかっちゃうから、やっぱりその自分が持ってるワードローブの中にあるものに合うライダースを見つけるっていうのがめっちゃ大事。確かに確かに、うん、これをまあ本当に押さえといてほしい。そうですよね、普段オーバーサイズ着てる人は、うん、もうオーバーしてる緩めのレザーしか着れない。そういうこと、そういうこと、そういうこと、だってそれが好きでそのスタイルが好きで着てるから、うん、レザーもその方が合うよねって話ですよね。あ、そう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 、だから俺は全部タイトなうん、うん、それはタイトなライダースが、うんうんうん、合うだけで、うんうん、自分のタンスの中とも相談、うんうんうん、まずお財布の相談よりタンスの中と相談しろ、はいはいはい、確かに確かに確かに、レザーを探す時はね、うんうん、ああ、そういうことです。そうそう、皆さんもちょっと勉強になったと思うんでね、ちょっとぜひ挑戦してほしいアイテムではあるんで、うん、見つけたらぜひ試着して、うん、いろいろ試してみてくださいということで、まあ、今回こんな感じで、はいはい、いろいろ話したので終わろうと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。